トトララブルとトラベルとベの違い、hey、guys, from English Boot camp. 皆さんこんにちは。EnglishBootCamp の Yumi です。今日はトラブルとトラベルですね。Trouble それから Travel。これの発音の違いと言いますかなんか似てるようで えなんか紛らわしいので解説してくださいっていうリクエストがあったので、えー、解説していこうかなと思ってます。その前に私のプロフィールこんな感じになっております。もうね30年ぐらい <laughs> 英語の業界にいます。 でアメリカ英語の発音コーチというのをやっておりまして発音本ね後ろにありますね寝、ね、転んで学べる英語発音の本というのを好評発売中ですそれからこれ以外にもですねオンライン講座あ4ヶ月の英語コーチングですねといったようなプログラムもありましてもろもろねいろいろおまとめて下の概要欄に載せておりますのでえ気になる方は是非チェックしてみてくださいねではですね早速ですけれどもねこのトラブルトラブル 今私がパッて言ったのが、ああ、二つの違いっていうのがもうすぐ分かったっていう方は、もう今日この動画見なくていいと思います。えー、この違いがね、やはり紛らわしいっていう方はですね、えー、ちょっと最後まで見て参考にしていただければなと思います。で区別がね、難しい理由はね、二つあるんですよ。一つはね、死因ですね。死因の破裂音 B の音ね、ブッ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 ,ブッって音ですね。それと V、これ摩擦音なんですね、ブッブッ。 ブッブッ音ですね。これの違いっていうのがやっぱり難しいっていうのが一つの原因です。もう一つは母音です。母音ね、問題の方、travel の方は、あ、あっていう母音なんですね。でこの山みたいな発音記号のやつですね。で、それに対して、旅行の方は travel っていうふうに、あっていうこのべしゃっとしたあーって音です。なので母音が違うんですよ。でも、 この二つの母音って日本人がね、聞き分けるのちょっと苦手な系統の音なんですね。で、子音も母音もどちらも紛らわしいというのが原因になって、この二つの単語を聞き取るのがこんなにもね、えー、難しいっていうことになってるんだと思います。でですね、この V の音、V って今思いっきりなんか <laughs> 日本語で言いましたけれども、この摩擦音の V と,とは、この音存在しない っていう言語結構たくさんあるんですねなのでこの区別つかないのはね、何も日本人だけじゃないですで、日本語にはこの B の音はあるんですねブッブッブッって音ブッブッってここまで破裂しないですけれどもバ行バビブベボってまあ英語の B の音に非常に近いです、ね、バとは言わないですけどバーですよねバババババッって言う風にねでも英語だとこれもっと破裂するので口閉じて 開けたたに空気の破裂みたいなのがあるんですよバッバッバッですね赤ちゃんとかをあやす時にバーッとかってやりますよねあの時は B の音です私たち日本人でもバーッとかいらないでしょやっぱり驚かそうと思うとバーッバーッとかってやりますよねであんな感じでやっぱりここに破裂が来ると B の音になるんですけれども弱くても B は B ですだから B の音は聞けないってことはまずないんですよ 基本自分が出せる音って聞けるんですね。でも V の音ね、ズーッとと、この唇は閉じない。唇は開いてるんですけれども、下唇が上の歯にちょっと触って、そこでこの振動を起こすんですよ。ズーッ、ーッ、ーッ、ーッ。で、英語って、この 息の振動で出すシーンっていうのがたくさんあります。で、日本語ってね、息の振動ってほとんどないんじゃないかなと思います。あんまり震えないですね、唇が。ね。なので、唇を振動させるとかっていうのがないので、この系統の音は出すのが一苦労なんですね。で、自分が出せない音って大体聞き取れないんですね。で、うーって練習してみてください。 結構大変だと思いますこの V と B を聞き分けるのはちょっと大変なのでこの子音の違いで聞き分けるのではなくて 母音の違いいいで聞き分ける訓練をした方が早いと思いますイングリッシュブートキャンプでは英語のコーチングプログラムを提供しています発音に特化した発音ブートキャンプそれから基礎学習に特化した基礎学習コーチングコースというのを2つ用意しております随時ですね無料カウンセリングというのを行っておりますので興味のある方は下の概要欄をチェックしてみてくださいねこのコツはですねやっぱこの母音の響きなんですけど「ああああ っていう低い喉の奥でなんか短くうめくような音なんですねこの「ああっ」とちょっと短いです音は低く短い「あああああああこれ出せるようになるのに ちょっと大変かもしれないですけど、特に声の高い女性とかね、この系統の音を出すことに、心理的なね、なんかブロックがかかりやすいんですよ。えってなんかそんな音出したくないみたいな。で、喉に痰が絡んだ時に、ああ、あっ、あっ、ああっていうふうに出してみてください。あと、お風呂に使った時とかに、あ、あ、って湯船でね、 あーって思わず出る声。あれもこの、あーの音に近いです。すごく低く短い音なんですね。あんまりね、伸ばさないで短めに出しましょう。あ、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 あーってやっても、この音は同じ音なんですけども、ただ会話で、あーとかいうことはあまりないので、あーっていうふうに短めに出します。ね。えー、なので問題は、trouble。t r 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 短いでしょドン、ドン。 このぐらいの速さです。ダン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 。トラブル。トラブル。トラブル。ダンダン。この短さを覚えておいてくださいね。それに対して旅行はね、えーってことは、顎が落ちるんですね。今見ました私のあえー、えー。あが落ちる分、時間がかかるんですよ。だからさっきのアー、 音よりも音が長いんです。えーです。ダーン、ダーンって感じ。さっきのトラブルは、あ、あ、ドン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 。これぐらいだったでしょで、旅行は、トラブル。えー、ダーン、ダーンです。でさっきのトラブルがあ8分音符ぐらいだったとすると、トラブルは4分音符ぐらい。 倍ぐらい長いって思ってください。ダン、ダーン、ダン、ダーンです。で、英語ネイティブは、このね、音のリズム。音符だとすると、音符の長さでね、認識してるんですよで。英語ってリズムの言語なんです。そこが日本語と大きく違うところです。ね。trouble, uh, uh, ダン、ダ travel, eh, ダン、ダン、ダン。 ダーン、ダン、ダーン。この違いを認識するように、このリズムの違いに慣れましょう。ちょっと練習してみましょう。trouble。どうですか?。 うまく出せるようになりましたかこれと似たパターンね、他にもあります。どういうのがあるかというと、t r ッ c k track とか truck これは車のトラックですね。track これは陸上のトラック競技の方の track です。トラッキングするとかっていう時もこっちですね。t r ト c k track ですね。あとは d r ッ g drag, あこっちは薬の方ですねドラッグストアのックイーンってありますよね LGBTQ の人たちのこういうすごい派手なねこう衣装着てみたいなあれがドラッグクイーンドラッグこれは引きずるっていう意味ですでドラッグクイーンっていうのは引きずるような衣装をね長いドレスみたいなの着て引きずりながらこうパレードで歩くのでだからドラッグクイーンっていうふうにドラッグがついてるんですね でこの add とはなんかちょっとね音がねうねるようなうんうんーっていう感じの音なんですねなのでドラッグとかトラックとかあトラ v e みたいにさらっと出してしまうとこの音って出ないんですねでもっとうねりを出してください t r a v e l ック a c ッ d ですね えー、このうねりを意識するとだんだん近い音が出せるようになっていって自分が近い音が出せるようになると聞き取れます。うん、なので、えー、うねらない短い音「あ」とうねる感じ「あー」ですね。 これで練習してみてくださいね。以上、今日はこの trouble, travel の違いについて解説しました。今回のね、動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価ボタンをクリックしてくださいね。それからまだチャンネル登録してないという方もしていただけると嬉しいです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。See you!